ブンブン。ハロー YouTube。どうも、まさるです。今回は人気のジンバルに最新モデルが登場しますので、そちらをご紹介したいと思います。メーカーは DJI で、モデル名としては OSMO Mobile 2となります。モデル名からわかる通り、初代 OSMO Mobile の後継モデルとなります。初代の OSMO Mobile は、スペックの割に価格は安くて、2万円台前半で販売されていました。今回ご紹介する OSMO Mobile 2は、その後継モデルということで、スペックアップして価格も上がるのではと思うかもしれませんが、価格は初代のモデルよりも安くなっていて、現在の販売価格で16,800円と1万円台で購入できるようになっています。この OSMO Mobile 2は、ジンバルなんですが、そもそもジンバルって何かご存知ない方も多いと思いますので、簡単に説明しますと、ジンバルはカメラやスマートフォンと組み合わせて使う手ブレ補正を内蔵した自撮り棒になります。自撮り棒という言い方はしましたが、自撮りだけではなくて、アウトカメラを使って歩きながら風景撮影なども行うことができます。手ブレ補正を内蔵したこういった製品には、スタビライザーと呼ばれる製品もあります。ただし、スタビライザーの場合は手ブレ補正をなくすためだけに使う製品ですが、ジンバルの場合は中にモーターを内蔵していて、カメラを左右上下に振ることもできます。この辺がスタビライザーとの大きな違いです。今回ご紹介する OSMO Mobile 2もジンバルで、なおかつスマホ専用のジンバルとなります。初代のモデルが2万円台で販売されていたのに対し、最新モデルの OSMO Mobile 2は1万円台で購入できるということで、何かスペックダウンしたのではと思うかもしれませんが、実際のところは特にスペックダウンはしていません。例えば、初代のモデルが金属製のボディを採用していたんですが、OSMO Mobile 2では樹脂製のボディに変更しています。ただ、樹脂といっても安いプラスチック製の樹脂ではなくて、強度のある樹脂ですので、耐久性が劣ることもなく、逆にボディ全体が軽量化されていますので、長時間撮影する際などは手が疲れにくくなっています。また、従来のモデルはスマホの取り付け方法が横向きにしか対応していなかったんですが、最新モデルの OSMO Mobile 2では縦向きに固定することもできるようになっています。これによってかなり撮影の幅も広がるのではないかと思います。なお、この動画の概要欄に今回ご紹介した OSMO Mobile 2販売店のリンクを貼っておきます。詳細なスペックや最新の価格などが知りたい方はそちらからチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。